でーてんっていうことでこちらでございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。やってまいりました。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日は沖縄県宜野湾市に新しくできたラーメン屋さん行ってみたいと思います。ということで本日今いるのがこちら沖縄県宜野湾市の憩いの市民パークでございます。宜野湾市立の広々とした公園です。そして今回ご紹介させていただくのはですね、こちらの公園からすぐそば、本当にすぐそばっていうのは分かりやすいのは沖縄国際大学、通称沖国ですね。沖国のすぐそばにですね、以前高根っていう塩ラーメンが美味しいラーメン屋さん、ご存知でしょうか。もともとはガネコの交差点近くにあったのが支店が沖国のそばにできて、そして少し早い時期にガネコの高根がなくなって、そしてさらに沖国のところも今なくなったみたいなんですよね。そして今回行くのがそのもともと高根があったところで新しいラーメン屋さんがオープンしました。そして今回オープンしたラーメン屋さんなんですが、沖縄県内ではいろいろやっている鳥玉、そして居酒屋さんの動く街、そういったところを経営している三田のクリエイトさんが多分内地のですね、埼玉県かな、そこにあるラーメン屋さんのフライチャイズになるのか、のれんわけみたいな形なんだと思います。そちらと同じ名前のお店が今回こちら沖縄県宜野湾市沖国の目の前にオープンいたしました。今回できたラーメン屋さんですね、先ほど言った高根塩ラーメンとはまあ正反対な感じで、背脂ギトギト系のラーメンのようです。背脂のラーメンっていうのは僕実は大学生の時に東京でその背脂系のラーメンをもう30年前ぐらいになりますが初めて食べて結構衝撃を受けたラーメンなんですよね。二郎系とはまたちょっと違った感じですよね。その背脂系のラーメン結構好きなので今回楽しみにしています。それでは行ってみましょう。でもふと思ったんですが、今現金の持ち合わせがですね、スマートフォンにいつも忍ばせている1000円しかなくて、キャッシュレスが使えなかったら1000円しかないんですけど、ラーメン屋さんだから多分1000円いけますよね。少なくとも1杯はいけますよね。ちょっとその点ドキドキしながら向かってみたいと思います。それでは沖国の方へラーメン食べに行きましょう。でてんっていうことでこちらでございます。純豚骨背脂ラーメン、背脂チャチャチャさんでございます。なんかいい感じの色目ですね。ちなみに沖国がこちらでもう本当に目の前です。まだ準備中なんですが、実は11時オープンでちょうど11時に到着いたしました。めっちゃいいタイミングでございます。もうちょっと待とうかな。なんか三畜樹さんとか夢を語れとか夢方さんとか、夢方さんも行ってませんが、そういったラーメン系の店舗もお花出されてますね。なかなか楽しみです。まだ準備中なんですが、一応メニューがちょっと隠れたところなんでありました。1000円で足りました。多分オーソドックスなラーメンですが、純豚骨背脂ラーメンが900円でした。まあ多分これかな、いただくのは。全部のせば1280円です。野菜入りとかもあるな。それも気になるけど足りないですね。もしキャッシュレスが使えたらっていうところですが、ちょっと待ちたいと思います。こんにちは、ハリモン、ありがとうございます。いらっしゃいませ。食券です。ということでさっき見たメニューと同じですね。これが全貌でございます。そして食券でチャーシュープラスもやしが900円、純豚骨背脂ラーメン、これは全部同じですね。おすすめおすすめってことですね。こんなおすすめもある。チャーハンとかミニ丼もあるんだ。担々麺もあるんですね。おしびからラーメンもあるから1000円足りるけど、まあやっぱりここは純粋にここ行きましょう。よし、それではこれ行こうかな。よいしょ、ということで、よいしょ、ということでこちらいただきましょう。よいしょ、食券祭り、よいしょ、よいしょ、ということでお水もセルフです。よいしょ、よいしょ、ということで席に着きました。ということで水いただきます。うまい。ちなみに背脂の量が選べるみたいで、中央目、ギタギタ、何だったかな、なんかとりあえず4段階ぐらいだいぶ多めまで選べるみたいですが、とりあえず今回は普通にさせていただきました。まあ、また来た時にはちょっと多めとかにさせていただくから、とりあえずはまずは普通でいきたいと思います。ということでしばらく待ちましょう。純豚骨背脂ラーメンでございます。そして油は普通でございます。普通でこれぐらいです。これぐらいで美味しそうですね。ちょっとチャレンジしてみたい気はしますが、まずはですね、こんな感じで箸いただいて感じですね。背脂、そしてもやしがあって、チャーシューですね。でも細麺ですね。基本の細麺ではありませんが、細麺で切りやすい。まずはこちら、まずは麺ちょっといただきましょうか。まずはスープいただいて、
とかに背脂っていう気になるので、もう背脂もう飲めでもいいかもですね。いいよ。これはチャンス。パンセス。うまい、うまいです。中身の方が美味しいですね。次は麺行きましょうか。そうなんです。なんだかこの麺、スープの濃厚さもさることながら麺もなんか濃厚ですね。この麺美味しいです。何がこう違うのかありませんか。いわゆる白玉の麺とこの麺、卵系が効いてるのかという考えで、鳥玉さん卵とかで卵が効いてるのかもしれません。なんか濃厚な気がします。まあそれは僕の感想です、わかりませんが、これがちょっとさっき完全に麺だけだったので、もやしも絡めつついただいてます。よし、もやしも絡めて、それではこちら、そのいただきます。これはうまい。久しぶりに沖縄県で僕の好みのラーメン屋が現れたかもしれません。そしてチャーシュー1枚ですが、なんか結構肉厚で美味しそうなチャーシューです。昼前のチャーシューが向こうに見えてたんですよ。カウンターの中で見えてたんですが、美味しそうでした。よし、それではこちらのチャーシュー、さんはチャーシューですね。食べます。これこのチャーシューも、うまいです。美味しいです。なんだろう、めっちゃ濃厚、濃厚というより味が濃いです。同じ意味かな。なんか単純にラーメンのスープが濃いわけじゃなくて、全体的な味が濃いって感じです、うん、これは美味しいです。なんか食べてる感があって美味しいですね。それではさらにもう一度こちらのラーメン、それではいただきます。いいです。それでは帰りましょう。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ということで、背脂ちゃちゃさんでした。美味しかったです。やばい、結構普通にお腹いっぱいになりました。ということで、いただいた後ですが、駐車場はしっかりあるんですが、前のラーメン屋さんの時も来たことはあるんですが、この駐車場出にくいんですよね。昼間なので通りはそれほど車通りが多く、今は今日はなさそうなので大丈夫ですが、お気をつけください。本当に沖縄国際大学の目の前にできた新しいラーメン店、背脂ちゃちゃちゃ沖国前店さんでした。ということで、本日は僕の動画では珍しい感じの、まあといっても定期的に新しいお店を紹介してますかね、新しいラーメン店のご紹介でした。背脂ギトギト系っていうことで、なんか本当に個人的には懐かしい感じもするんですが、なんか学生の頃に食べた、初めて食べた背脂系のラーメンを思い出す濃厚で美味しいラーメンでした。もちろんスープは背脂たっぷりなので、もうギトギト濃厚なのは当然なんですが、なんだろう、麺によくスープが絡んでるだけではない気がするんですよね。あの麺の濃厚さ、なんか単純にラーメンを食べてるというより、しっかりと麺の味を感じられる美味しいラーメンだったと思います。そして背脂の量を選べるっていうことでお話しさせていただきましたが、普通から4段階ですね、まあ、僕の量で一番少ない量です。その後注文されてる方の言葉も確認していたら正しかったです。少なめっていうのは、まあ、お願いしたらあるのかもしれませんが、お店の方針的にはまあないのかなっていう感じですね、まあ、それでも結構油ぎっしゅっていうわけではないので、まあ、個人的にはもう1段階多めっていうのを頼んでみようかなと次回は
思います。でも普通でも十分美味しい背脂の美味しさを感じられるラーメンだったので、まあ、学生の方、帰国の学生なんかはぜひ、ちょっと名前忘れましたが、一番トップのキトキト、そんなところまでぜひチャレンジして、チャレンジって言ったら変ですが、ぜひそんな脂たっぷりのラーメンも食べてみてはいかがでしょうか。なかなか美味しい背脂ラーメンでした。美味しかったです。ということで本日は改めまして、沖縄県宜野湾市沖縄国際大学目の前に新しくできたラーメン店背脂ちゃちゃちゃさんで美味しいラーメンいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。